京本部を出発したフェリー行列が舞台に近づいてまいりました。舞台の東から入場しますのが佐方の列、西から入場しますのが佐方両列は舞台の南側で出会い、両者合わせて舞台を降りて所定の台に着きました。これを舞台選定と言います。この儀式は少量への冒頭を語る最も華麗な場面と言います。Thank you.
滝藤村民の芸能は不動士にあたる二所理職の必勝院様がお入場になります。ここにおいて法要に参詞する
やったら、だから将軍とか大名を渡るいかん。行事賞が打たれました。まず十天楽という楽が奏されます。この楽は平安時代以来の大法要の殿宇にのみ奏される楽として伝えられてきましたが、こうした儀式もその伝承を失うに従ってこの曲も演奏されることもなくなり、ここ四天王寺の正陵園にのみこの楽曲の生きた演奏が残されています。この楽に乗ってまず花梁瓶胡蝶の道具八部衆菩薩のキャラクターが舞台上をリレー式に事前に盛られた様々な供物を手渡しで運ぶ作法を行います。これを伝具と言います。この作法は王庫大法要に欠かせぬ作法であり、それがここ四天王寺に残されていることは誠に貴重なことであると言わねばなりません。また供物の盛り物の中にはふと曲がりと言われる揚げ物があり、これらは大陸伝来の古代の供物であるとも言われています。
昭和楽の発覚により三公職の僧侶が六時堂を出て舞台上を経て来番場に着座祭文を奉読されます。その後再び行事章が打たれ鹿法要に入ります。
い歴史に培われ今日に来ているこの仏教的文化遺産に今後ともご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げまして皆様とお別れいたしたいと存じます。ありがとうございました。